ろしくお願いします。こんにちは、ゆうすけです。こんにちは、ふーちゃんです。はい、ゆうすけくんとふーちゃん、こんにちは、はい、ここどこですか、ゆうすけくん。今日ね、私たちは昨日から、はい、ちょっとね、デュエットリゾートチクラカトレアという貸別荘に泊まりに来てましてね。はい、ゆうすけくんは昨日から釣りしたりバーベキューしたり、今もねちょっと釣り行ってきたんだよね。でさあさあ、これからですよ、いよいよメインイベントが始まります。ゆうすけくん、今日は6月の11日です。はい、本日、これからね12時からなんと待ちに待ったサンリオキャラクター大賞の結果発表がございます。この日まで頑張ってきたゆうすけくん。いよいよ今日が結果発表ですけど、今の気持ちはいかがですか？ドキ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 してるね。はい、ドキドキしてるね、ひなもちゃん。あとね10分ぐらいで配信がスタートになるので、それまでしばしお待ちください。はい、はい、今日天気悪いはずだったんだけどさ、すごい天気良くなってね、今外は太陽出てきました。はい、もう目の前がね海のところに今いるんですよ、私たち。うわー、ほら見てください、これすごい。さあ、ではもうすぐ始まるのでちょっと待っててくださいね、2人ともね。はい、では後ほど。ドキドキですね。さあ、ゆうすけくん、いよいよ始まりましたよ。ドキドキが始まりました。いちごの王様います。いちごの王様いましたね。あ、ふーちゃんの好きなビートキャッツだ。さあ、いよいよ30位だよ。ざわざわしてますよ、会場が。ゆうすけくん、お、ペックルくん16位、ペロッピ、おっとコギニュンが11位、おお。さあ、ゆうすけくん、いよいよトップ10のキャラクターが登場するよ、画面に。シナモちゃんもいるんだよ、ここに。6位、ここ重要だよ、結構。マイメロディーちゃんだって。キティちゃん、頑張ったじゃん。キティちゃん、よかったね。あ、もう4位まで行くの？あ、もう4位まで行く。おちゃっこおちゃっこ、あー、ゆうすけくん、いやー、4位も。さあ、ゆうすけくん、いよいよ第3位からですよ、今度。あ、緊張する。いよいよ第3位だよ、ゆうすけくん。第3位はクロミちゃん。
ゆうすけくん緊張のあまり耳を塞いでおります。どういうことどういうこと、続けててどっち先言うの、あ、一緒に言うの、いい、ね、1位に一緒に言うのね、どっちどっち、どういうことどういうこと、あ、ボンボンプリンくんが2位、ということはということはゆうすけくん、あーちゃー、改めましてゆうすけくん、ふーちゃん、しなもちゃん、サンリオキャラクター大賞4連覇おめでとうございます。はーい、おめでとう、おめでとうございます。じゃあゆうすけくん、喜びの舞をしますよ。これからゆうすけくん胴上げをいたします。ママの手作りのキングユウスケくん衣装でございます。どうでしょうか、後ろもマントもちゃんと作りましたよ、ほら見てください。ねえ、さあユウスケくん、改めましてシナモンちゃん1位本当におめでとうございます。嬉しいね、いっぱいいっぱい頑張ったもんね、投票ね、うん、よかったね本当にね。嬉しい本当、じゃ今年もいっぱいシナモンちゃんのね、これからまた1位取ったことでイベントだったりね、くじだったりね、シナモンちゃんがいっぱい出るので、私たちシナモン推しファミリーにとってはとっても嬉しい結果になりました、はい、さあ今日はですね、ゆうすけくん、このシナモンちゃんの1位なんですけど、もう一つ嬉しいお知らせが皆さんにあります。ちょっともう一つ、もう少しこちら真ん中に来ていただけますか、ゆうすけくん、はい、嬉しいお知らせがありますよ、ゆうすけくん、はい、いいですか、ではこちらをどうぞ。おー、出たね、大きく出ましたね。はい、というわけで私たち子ども博士チャンネルが、じゃ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 ーん、なんとチャンネル登録500人突破いたしました。いやー本当にね、ゆうすけくん素晴らしいですよ、ゆうすけくん、ありがたいことです、本当に本当にありがたいことです。まだね1年半前の時はね、100人っていうのを目標でね、YouTube を始めてね、ゆうすけくん、でもなかなか100人っていかないんだねっていう風に言いながらずっと YouTube を続けてきたんですけど、去年のね暮れのお正月の今年の目標をね500人ってゆうすけくん初日の出に向かって言いましたけど、今年半年過ぎて500人突破できましたよ。首苦しい？大丈夫？はい、というわけで私たちチャンネル登録が500人突破ということで、次の目標は何ですか？じゃあ1000人、はい、チャンネル登録1000人を目標に頑張っていきましょうか、ゆうすけくん、はい、はい、ではゆうすけくん、ゆうすけくんからも感謝の気持ちを一言いただけますか？